じゃん。始まりました。めっちゃおもろい。はい、始まりました。始まりました。何を持ってるんですか、これは、薪火グリルパンっていうものを持ってます。調理器具です。なんでこんな網網なん？これは、いろんな機能があるんですよ。じゃあ、今日はこれを使っていろいろ料理をしていきましょう。薪火グリルパン。だから、こういう焚き火で、もうちょっと火が消えたぐらいの時に、調理するとめちゃめちゃ薪の香りついて美味しいから、うん、ヨゴスが初ですよね、薪火っていうジャンルをつけたのは。焚き火を調理として使う薪火っていうジャンルを作って、うん、今日はそれに特化したフライパンです。なんでそれを使って料理していきましょう。イエイイエイ。おそろごす。じゃん、これがおきびです。だんだん火弱まってきてさ、煙がすごいやん、うんうん、この煙が当たるとよりお肉も美味しくなるんです。さあ、香りをじゃあつけましょうか。何からいきます？ステーキ。ステーキやろう。ステーキいきますか。ちょっとここで、はい、お休み。ちょっと待って。じゃあステーキを焼いてみましょう、はい、ではでは温まったのでいきます。ジューって言ってる。ジュー。あ、でもこういうことです、こういうことです。ほら見て、この下から出てるでしょ煙、うん。まあ、こうやって普通に焼いて油が落ちるんですよね、うん、さっきあの穴なんですかって言ってて。あ、なるほど ね。なんか豚肉とかやったらめちゃくちゃ油落ちてヘルシーになるかもしれない。じゃあめっちゃ女性とかにはめっちゃ良くない？そう、ヘルシー。めっちゃいい。いい感じに火力が安定してきました。いいですね。あ、ジュージュー言ってる。お肉が喜んでる。油が。油が落ちてます。それがこの下に落ちてパチパチ言ってる。そう、めっちゃファイヤーなってる。だから一気に。でもさ、お肉めっちゃヘルシー。あ、いい感じ。おいいで。では次は鶏肉いきまー す, ます。ちゃんと焼かなあかんやつやから。ビッグサイズ買ってしまいました。ビッグサイズ。これなんか網と何が違うんですかって言われるかもしれないんですけど、うん、網と違って取っ手ついてるから、うん、なんかこう炒め物にも向いてるんですよね、これ。あー、じゃあ野菜炒めとか。そう、野菜炒めもいいと思います、うんうんうん、普通に。で、なんか結構薪火の火って、うん、まあ、今は真ん中に綺麗に焼けてますけど、ここやったり、なんかいろ、分かる。そう、いろんなとこに。普通に隅とかでもめっちゃそう。そう、燃え移っていくときに、うん、なんかこれやったら、なんかすごい移動しやすくて、なんか調理がしやすかったんですよね。一回使ってみて思ったの。いいこと言うね。でしょ。さすがやん。流行るやん。網と一緒で油は落ちるし、うんうんうん、そういうちょっとこう便利な機能があるなと。なるほどね、確かに。私は思いました。重い？大丈夫？あ、今お肉が重いです。本体はそんなに重くない。なるほど、うん。なんか炭火みたいな色してますね、やっぱり、うん、確かにね。焼けてる焼けてる。これ普通の網でさ、やったらさ、もうバン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 って落ちちゃうよな、うん、確かに。コロンコロンってね。こんなガスができてる。これさっき焼いたステーキね。ステーキです。いい感じ。いけました。あ、めっちゃ薪の匂い。薪の匂いする。薪の匂い。じゃーん、あれみたいだな。テレビ。テレビインサート。インサート。あ、インサート。いただきます。いただきます。うん、全然違う。あ、ちょっと風味違うかも、うん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 、普通のやつと。いや、美味しい。めっちゃ美味しい。飲みたくなりますね。薪火。いや、これはちょっと食べてもらわな分からへんわ。味、さっきのさ、ステーキ、ハセ味付けしてくれてないよね。あ、さっきのはしてないですね。ね、それやのに美味しかった。通りそうですか。あ、でもさっき言ってたハセ、火あるところに持っていける。そうでしょう。それ結構めっちゃいいですよね。なんか大きい焚き火台とかやったら余計に移動しやすいじゃないですか。うん、確かに。じゃんじゃじゃーん。お店で出てくるような。もも焼きになってます。もも焼きです。いただきます。いただきます。どうですか、いける？うん、天才かもしれん。あ、うん、
うまい、おいしい。やばいよな。おいしい、おいしい。この炭の感じ。うん。結構黒いんですけど、味は普通の鶏、焼き鳥の味。これはもうお酒大好きな人とか、たまらんと思う。うん。では、サーモン。サーモンを炙ります。サーモンはもうほんとシュッ。表面だけ炙ります。うん、気持ちね。こういう時に薪火はいいと思いますよ。調整できるもんね。炙れるのが。いきまーす。放り投げ。放り投げ。おー、焼けてる。あ、焼き加減確認できる。なるほど。もういいですか、ひっくり返して。うん、いいよ。サーモン。あーサーモンのデザイン。今流行りの服みたいになってる。服の柄みたいになってる。すごいなこれ。サーモンがおしゃれ、おしゃれなオブジェみたいになってます。で、あ、ちょっと焼きすぎた、あーってできるし、うん、あ、そうね、もうちょっと焼きたいな。あ、確かに。じゃじゃん、ソーセージ。ソーセージって絶対みんな 2,3 個は落としてるよね。あ、コロコロって、うん、確かに。だからこれは落とさなくていいですよ。おー先輩豪快ですわ。ほら、あ、いいね、これいいね。こういうのが やれるからいいですね、うん、焼きやすい。ブルブルブルってで、ブルブルブルってなってる。おーおーおー、何もしてない、何もしてない。あ、揺れてる。あ、焼けてる、焼けてる。焼けてる、焼けてる。おー、おー、キュッキュッ。焼きやすい、これ。おー、あ、できてる、できてる、できてる。次。次。明太子ちゃん。明太子ちゃんは、なんか、わからん。美味しい。炙り明太子ですか、うん、これを買ったのは。はい、そうです。それが作りたかったので。そういうことです。じゃあ、薪火でできるのか。まあ実験。なんかさ、燻製明太子美味しいやん。ああ、確かに。だからこのその要領で美味しいかも、うん、はい、いきまーす、はい、ちょっと火近すぎたらあれなんで、うん、そこでも調節できるんですもんね。これもあの風の向きに合わせて、うん、煙に風の向きに合わせついていける。風下に持っていくっていう。そうです、そうです。美味しかったよね、うん、あの匂いが、うんうん、鶏肉の時も結構美味しかったです。いや、うん、お、焼けてる。おー、焼けてる。いい感じ、いい感じ。美味しそう。おー、こういうこと、こういうこと。次はイカやってみますか。イカやってみよう、うん、なんかイカはちょっと食べたかったから。食べたかったから。おお、はいです。おお、さあ、イカ。おー、いい、いい、来ました、来ました。おー、いいよ、いいよ、いいよ。イカはちゃんと焼かないと。そうね、赤いやつですね。確かに。持っていい。はい、持ちますよ。共同作業。そうです。ああ、いい匂い。あのお祭りの匂いですね、これ。ああ、イカ焼きの匂いする。確かに。あ、結構固まってきた。うんうんうん。美味しそう。生きてきた、生きてきた。あ、うまい。色変わってきましたね。うんうんうん。でもこれ1個あればさ、その何でもできるね。うん。入れたら炭火もできますもんね。うん、下炭やったら。はい、うん、お願いします。長いな。長い。いい。あ、ちゃんと焼けてますね。いい。いただきます。イカできました。今日めっちゃ長くない？マヨネーズ七味です。うん、うわー、おいしい。ちゃんとできてました。一口でいっちゃった。はい、うまい。うわ、これお酒進むやつですね。うん、うん、イカもちゃんとできましたね。めっちゃおいしい、うん、じゃん、豪華や。ウインナーとサーモンと明太子、綺麗にできました。実食。実食。何から食べる？何から食べよう。これから食べよう。何からいきます？あ、めっちゃいい香り。おー、ほんまや。いただきます。うーん、あ、めっちゃうまい、めっちゃうまい。あ、これマヨネーズ合いそう、普通に。これ最高。うん、あ、中までちゃんといけてそうですね。うん、やっぱちょっとでやるだけで全然ちゃう。強火で一気にやった感じ。いや、うん。次はサーモン。サーモンも美味しそう。私もサーモン大好き。うん、うん、ちょっと炙ってる香り。もうちょっと炙った方が良かった。うまい。表面結構でもいい感じ。うん、いいですね。これもめっちゃいい。でかいけてますよ、中。うん、いけてる、うん、ウインナーはウインナー、ウインナーはウインナー、うん。表面結構ね、うんうん、色ついちゃったけど、全然味は変わらへん感じですね。落ちへんのがめっちゃいい。うん、あ、美味しいわ。これもちゃんとできてる、うん、どれも美味しい。失敗してないよ。どれも失敗してないですね。
あれででもファーってやっただけだ、うん、ファーってやっただけ。めちゃめちゃ簡単キャンプ飯。ほのかに香りがついてるのがいいですね、うん、じゃじゃん。皆さん気づいてました？見えるかも。何年のチェアカバーです。だから冬とか寒いじゃん、うん、なんかこれ温め絶対あったかいよね。包まれてる感じ。お尻が今あったかいです。でこれに対応するのがエアライトバケットチェアとワイドバケットチェア。全然ここが違いますよね。でもえびっくりした。突っ込まれたのかと思ってか。ありがとうございます。なんでやで、なんでやで。まあ、これはちょっと多少ちっちゃあ、コンパクト、うん、めっちゃコンパクトなやつやけど合います。でこっちは広いけど、うん、なんか何年やから今日は、うん、パサって飛んでも大丈夫。あ、そうでしたね、うん、安心して使いましたね。そう、ん、感想、あ、締め、え、あれですよね、うん、このチェアの紹介で終わるんだ。巻き火やったよ。巻き火今回何種類やったんでしたっけ。え、結構やりましたよね。4、5、6、6種類。短時間で6種類パッパって作れたんで。確かに。やっぱりあと匂いがやっぱりあと好き、うん、あの独特の匂いが、なんかさ飲みながらも食べながらもさ多分パッパってできるからさ、うんうんうん、めっちゃいい。なんか豪快でしたよ ね全体的に。今日量もそうですけど。確かに。なんかみんなでやるには盛り上がりそうです、ね、うんうんうん、あの大きさ1人持っていったらさ、みたいな。そう、何これってなると思います、うん。あれはおすすめです。ちっちゃくなるし、皆さんぜひチェックしてください。こんばんは。こんばんは、イベント担当しますマッツーとスカッチです。はい、今回は花園近鉄ライナーズさんと一緒に、花園ラグビー場で開催したキャンプイベントを紹介したいと思います。おー、これ実際にラグビークリニックとかも選手と一緒にやって。そうですね、ラグビー選手と一緒にラグビーの教室を開いたり、こうやってバーベキューの会場で、わーすごい、実際に特設でロゴスで作ったバーベキュー会場でバーベキューをしたりとかしました。これ実際の花園ラグビー場の芝生の上に。そうです、メインコートで実際に、ナバホのティピーを設営して宿泊していただくっていう体験をしましたね。うわ、すっごいいい天気ですね。奇跡的に天候にも恵まれて、こうやってコーヒーもご自身でこう入れていただいて。そうです、あ、食事に関しても全てロゴスのアイテムを使って体験してもらうっていうイベントでした。いいです、キャンプイベントなかなかね、お客さんとこう一緒にやる機会ないんで。そうですね、実際にこうやってあの過ごすところまでを関われたのは今回すごいいい経験でしたね。あ、これ話で聞いたボッチャ体験。そうですね、ボッチャ協会も今回ちょっと参加されて、こういうのもやられてました。フルバージョンもあるのでぜひご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。